しまいましたけど、1年半で累積してるのとしては多分短いですし、けど1年半で本当に1年半分以上の経験をしたと私は思っていて、去年は J2 昇格と J3 優勝の経験をしたので、その中で自分はなかなかチームに入れないで、怪我をして、その1年半でいい経験の経験はほとんどいい経験より辛い経験の方が僕の中では多かったシーズンだったので、その中でも先輩方とスタッフに本当に毎日気にかけてもらって、チームの中では一番最年少でしたけど、本当うちが一枚でも伸び伸びやらせてもらったなって本当に感謝してます。今シーズン自分は前線の選手としては試合に絡んだでもかかわらず、結果としては本当チームに貢献できないなっていう悔しい気持ちでいます。でも向こうでやれるんだぞっていうのを、みんなに届けれたらなと思いますし、本当にいい刺激を与えたいなと思ってます。そして一番に野球場に帰って、本当にいい報告できるというか、いい報告をしに帰ってくるので、気にかけてもらえたら嬉しいです。1年もありがとうございました。九州でのじゃあ思い出、そう思い出とかこうファンの皆さんに伝えたいこと、話したいこと何でも。思い出はでもチーム 全員とのもう一人一人との思い出があるぐらい、先輩たちともう本当一人一人仲良くしてもらったんで、そんぐらいこのチームと1年半で深い関係になれたっていうのは本当に嬉しいですね。はい。でも初めての移籍だったんで、緊張してたのはもちろんですけど、でもやっぱサポーターも本当にあったかかったし、街全体が本当このクラブを応援してくれてるなっていうのが毎試合毎試合伝わってきたんで、一言で言うと最高のチームでしたということですね。はい。いろいろ優勝もあったし、はい、ね、今年もね昇格争いして本当は結構濃い1年半やったんですね。いやもう濃すぎたっていうか、J2 昇格と、優勝は多分ほとんどの人が経験できないことだと思いますし、で今年は J2 も30何試合経験させてもらって、結果は残せなく、個人的にはあんま残せなくて悔しかったですけど、本当毎試合毎試合出る課題とか、試合に出ないと、経験できないことが本当たくさんあったんで、それを向こうで、しっかりトレーニングして試合出て、で、一回りも二回りも成長して、ステップアップしていきたいなと思ってますね。はい。でまた北九州に帰ってきて、サポーターにしっかりと挨拶できなかったので、しっかりミクスタで行って挨拶しに行きたいなと思ってます。はい。今なんかこうファンの皆さんに一番伝えたいことってありますか？それ
一番伝えたいこと、まあ、たくさんありますけど、一番はなんだろう、まあチームは変わってしまいますけど、まあ本当にこの1年半の北九州でのプレイヤーとして、まあ、本当にサポーターファンのおかげで伸び伸びと、まあ先輩方のおかげでもありますけど、本当チーム全体のおかげで伸び伸びとやらせてもらいましたっていうことですけど、あとはまあチーム変わっても気にかけてもらえたら嬉しいなと思います。この長いクラブハウスからグラウンドへの道のりも最後ですね。最後ね。いやもうこれから全部が最後になっちゃうんでね、ちょっと寂しいですけど、まあここはまあいずれ日本に帰ってくるんでね、でまた北九州にも戻ってくるんでね、まあ笑っていきたいと思います。わかりました。いってらっしゃいませ。はい、行ってきます。帰ってきたら会社に乗ってくるんで。やりはんの。これだったの。なんかオーストラリア日本社やって。じゃあ俺普通日本で会社買うほどのビッグな選手になって帰ってきます。もうそういうのじゃない人間性やものじゃね。人間性がビッグになって帰ってくる。K やったら面白いよな。K 乗ってきたら送るの。ほんま頑張るよな、はい。またでも寂しくなって連絡しますね。LINE、うん、しような。はい、みんなでズームしよう。ズームしましょう。そこ？うん。いや、こういうのって大体そこや。そこや。大体そこや。全部書く？全部。でもこれは持ってくよ。派手なやつ。あ、そのことは派手なやつって。そう。全部派手だよ。もう。懐かしいな。うんこみたいな色になっちゃってるじゃん。ピンクだったんだよ。おいしいな。もう二度と来ないの。え？俺来る頃にはもう。新次さんには来いって言われたのに。車パラッと。やっぱ行くやつちゃうな。じゃあ。ありがとうございました。お疲れ様です。はい。なお前。いつまで泣くなよ。泣かないよ。泣かないよ。頑張れよ。お客様にお願いします。頑張ってきますね。頑張れよ。頑張れよ。じゃあ、見ていきます。行ってらっしゃい、頑張って。連絡しろよ。改めて、携帯にお越しください。お客様の許可をお願いします。直樹、頑張れよ。もうちょっとうざいんで、もういいか、もういいか、俺が上げた面で片方だけ持ってるわ、あいつ。